した涙の種庭に埋めたらコバルトブルーの花がそっと咲いた。名前は知らないけどとにかく君と与えなければ明日で愛の塊嘘や早くから来てくださって本当にありがとうございます。竹内なめです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとう。
前回オトセンにオーディションに出まして、正式にオトセンにメンバーに入れていただいて本当に嬉しく思ってます。これからもちょいちょい出ると思うんで、よかったらぜひ遊びに来てあげてください。初めて指弾きの曲を作って歌いたいと思います。上からも見てくれてありがとう。声の記憶という曲を、イヤホンから流れ込む声、あなたの声、こう細り気づかれないようにそっと声重ねて、歌うの。いつもと違う雰囲気は誰誰のために口から出る嘘つきは誰のために悪くはないんだよ、全然悪くはないんだよ、今この空間は誰も悪くない、気さくに身勝手コロッケ回って何も残らない、さよならさよなら、それでもいいからこっそりここで声を重ねて、誰も怖くございます。声の記憶というか聞いていただきました。
ここで、初めてちょっと一緒にコラボしようかなと思っております。まさきちさん、どうぞよろしくお願いします。あの、やりたいって言うからさ、何も言ってやってる。 ね、元気ですか、まさきちさん。元気ですよ。マイクないですけど、あの、大丈夫大丈夫、声張って聞こえるから。はい。はい。ほんまにすごい謎やねんけど、あの、音千里のね、LINE ってみんな分かりますよね。LINE のね、あの、グループがあるんですけど、私だけ入れてもらえないんですよ。入れてもらえないじゃなくて、みんな招待してるから。あの、越田くんからも招待してもらったんですけど、最初に。入れへんなーと思ってて、もしかして、送ったでとか言って、送ってくれてへんのじゃないって。意地悪かなとか思ったけど、あの、まさきちさんも、ちなみに招待済みから全然残ってる。そうですよ、私ずっと招待されてるっていう、みんなから招待されてるけど、だから私が入りたがれへんみたいな感じになってますんやけど、私は入りたいの。私は入られへんねん。なんか拒否られてるんですよ、あの、携帯バグってるみたいな。携帯に私変えたとこなんですよね。変えたから悪かったかな。携帯変えたから設定ですかね。あの、 iPhone5S から iPhoneSE に変えるっていう、なんか微妙な買い方をしたっていう、いいんですけど、そんな話どうでもいいんですけど。やろう、ちょっと、あの、あったかくなるように手拍子できるような曲を持ってきました。はい、聴いてください。セルフィッシュガール。別に
楽しい。私あのカホンの人とね、カホンの人じゃないけど、カホンのカホンの人とか言っちゃった。カホンの方とあの一緒にあのやることが本当になくて、で今からまたピアノ弾いてもらうんですけど、ピアノ弾いてもらうこともあんまなくて、そう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 、だからあのすごい嬉しいね。コラボって楽しいね。なんか今度から私のライブ出てもらおうかな。全曲あの CD 渡すんで全部弾けるようにやっといてもらって、今日もコメント CD ほんま渡してくれる予定やったんですけど、時間ないので YouTube 見といてください。それでやってきたし、そうなんですよ、あのもう時間ないから、まさきさんあのこれとこれ YouTube 見といてだけど。これ YouTube 見て、はあはあ、すっごい雑な渡し方をするっていう、CD も音源も渡せへんっていうね、とりあえず 2、3回聞いただけで、そうそう 2、3回聞いたら分かるやろって。あだってあの越田君の曲聞いたら分かるみたいなこと言ってたから、じゃあ私の曲も聞いたら分かるやろみたいな、ちょっと試されてるからな感じですね。はい、あちょっとチューニングしますね。はい、次の私のライブがさっき歌い直也も言ったみたいに25日にあの心斎橋の石橋楽器でバシストっていうイベントがありまして、それをあの一緒に、あ、ね、今日出演する種類やって、伝え太一くんもあの一緒に出ますんで、よかったら見に来てください。さあ、まさきちゃん弾けるかな。めっちゃ試されてる、ぼちぼち時間か分かんないけど、あの 歌いたいと思います。この曲であの私、ワンステージ目はあの最後になるんですけど、またあの3時10分ぐらいから歌おうと思うので、よかったお時間って方ぜひ聴いていってください。それでは、タケチナミの中であのすごい大事にしてる曲を一曲歌いたいと思います。ローに出会った少女。
か気づいてくれないか寂しい気持ち本当の僕に気づいてくれたのは大きな拍手をお願いします。はい、ありがとうございます。コラボしたよいきなり一発目でコラボさせられるの。あ、ちょっと今日髪型似てない。私たち、そう、ちょっとパツンしちゃって似てる。おい、ちょ、私ね、ちょっと昨日髪の毛切ったんですけど、はいはい、髪の毛ってかこっちは切ってないけど、こっち切って、はいはい、前髪ね、前髪をね、あのパツンとね、ちょっと短すぎるんです大丈夫大丈夫、じゃあ大丈夫です。あ、なんかあのクレラップが中の CM 出てきて、いやーやばいやばい食べれないこのおにぎり、かわいすぎ食べれないみたいなあったね、ちっちゃい子の、ちっちゃい子のあのあんな髪型にしてしまうっていうのは伸びるやろっていう、伸びるやろって、ね、そうそうですね。今日どうでした？楽しかった。楽しかった。めっちゃ面白かった。またこれ後で出てもらいます。それほらまた後で出てもらいます。第2弾またこれで増えてしまったっていうね、これあのもうあの落とせるで私出るときはもうやってもらうということで、はい、お願いします。いや楽しいね、はい、寒いけどみんな大丈夫？寒くない？寒いよね。あのね、あの、はい、ちょっと今火出てきました。ちょっと私さ歌ってるときちょっと雪降ってなかった？え、降ってた？雪降ってました？降ってたよね。私あの雨女説が怖い雨女説があって、さっきあのちょっとあの夏しか呼べない感じだ。そうやね、あの音が丘、私久々に音が丘が出た時あるじゃないですか、はいはいはい、あの時大雨でしたよ。そうやね、びっくりしたよ。そう、呼ぶなとか思って、私持ってるね、持ってるなっていうので、はい、そういうわけで、お、どう、たいちゃんもあの準備は OK？ たいちゃん目覚まし時計置いてる。目覚まし時計、しかもめっちゃ可愛いピンクの目覚まし時計や。それあの時間来たグーッてジリリリリリってジリリポポンってあの鳩がピョーンと出てくる。12時を下げポン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 ポ